こんにちは2月15日日本株投資戦略レポートをお届けします楽天証券の久保田です今日のタイトルですけど日経平均3万円に迫るこれってバブルというタイトルなんですけども2月12日で29,520円まで上がってたんですけども 今あの、このビデオを撮っている間にですね2月15日の朝ですけども日経平均一時3万円つけてしまいましたね3万円到達これってバブルということなんですけどまずあの最初に結論言いますと私は日本株についてはバブルということはないと思っています1012月の企業業績発表になってますけども予想以上に回復している。 業績回復を織り込んだ妥当な上昇、妥当な水準というふうに考えています。それではまずこちらのグラフをご覧ください。日本とアメリカの株価指数の動きを比較したものですで。これは2月12日までですけども、日経平均3万円、今つけてますけども。 日本だけじゃなくて世界的に株高が続いているということですね。日本、アメリカ、ヨーロッパの中央銀行がコロナ対策として大規模金融緩和を続けてお金をどんどん出していると。それで世界的な金余りを生じていることが世界的な株高、日経平均に上昇につながっていると。で株だけでなく、まあ、ビットコイン、暗号資産ですね。あとコモディティテ 原油だとか銅だとかニッケルとかトウモロコシ、えー、などのリスク資産が一斉に値上がりしてるんですね。リスク資産一斉に値上がり、なん,ていうなんでも上がるっていう、これ、バーブルに見えるわけなんですけど、どうでしょうかということですね。確かに、えー、何でもかんでも上がってるこのリスク資産、す、え、べ、ー、てあのちゃんとした価値で説明できるかというと、疑問のところもあります。 ただ今日私は日本株についてだけ言うならばバブルとは考えられません日経平均3万円でも日本株は割安でコツコツ長期投資していって資産形成に寄与する資産だと思っています日経平均が上昇しているのは金余りだけが要因ではありません世界的な景気回復需要の回復を受けて企業業績が 急速に回復していることを反映している動きだというふうに考えていますで、今の日経平均上昇の背景に、まあ、予想以上に好調だった、えー、2020年10・12月期決算があります製造業の利益回復が予想以上に早いことが好感されています中国やアメリカを中心に世界景気が急速に立ち直り始めている恩恵が えー、日本の製造業に及んでいるということです。で象徴的だったのは、まあ、ソニーとトヨタですね、まあ、ソニーは、えー、2月4日に決算発表したんですけども、その時に、えー、通期2021年3月期の純利益見通しを1兆850億円に情報修正したということで、最高益更新と、コロナ禍でも、えー、過去最高益を更新しているということですね。 トヨタ自動車は2月10日に、えー、10・12月の決算を発表したんですけどもその時に通期の純利益見通しを1兆4200億円から1兆9000億円に情報修正しました中国やアメリカを中心に自動車の世界販売が回復したことに伴って生産販売ともに好調です でえー、今、進行中の第4四半期、1、3月のトヨタレクサスブランドの販売が前年同期比で10%の増加ということでコロナ前を超えていくという見通しを出しています。えー、自動車、半導体などの製造業は需要増加に生産が間に合わず一時的に生産が逼迫した状況になっているんですね、えー。コロナショックで世界景気が戦後最悪の落ち込みに苦しんだ 去年の4、6月とは様変わりとで、コロナ禍で確かに今でも苦しんでいる産業はあります、外食、観光、航空、電鉄などですけども、こういったサービス産業が苦しんでるんですけども、特に製造業を中心とした企業業績全般は好調で、10、12月ですでにコロナ前の水準を超えてきているということが分かります。 まあこうしてあの足元の企業業績が好調ということを受けて楽天証券では東証一部主要841社の業績見通しを情報修正しました。これまずちょっと東証一部主要841社と言ってるんですけども大体東証一部全体の利益とほぼ同じ動きをするように841社を選んでいます。 過去からちょっと振り返ってみますと、2017年3月期、2018年3月期というところがあるんですけども、この頃はまだ日本の景気も世界景気も良かったということですね。東、え、証、ー、一部の841社、純利益は12.3%増、27.5%増といって好調でした。ところが、2018年10月で、 えー、景気拡大は終わり、その後景気後退期に入っているわけですね。そのために2019年3月期は6.2%の減益だったと。で、えー、さらにコロナショックを受けて2020年3月期は28.7%の減益になっていたと。で、その後今期ですね、2021年3月期。 もうすぐ終わりますけど、この2021年3月期の業績どうなんだということですけども、7月3日時点で楽天証券では4.5%の減益というふうに見込んでいました。上半期は大幅、コロナショックで大幅減益だったんですけども、下半期に業績が急回復するということで、通期4.5%という見通しを出していました。で えーまあ、7月3日時点の予想ですけれども、その後、えー、来年度ですね、2022年3月期に関しては36.3%の増益を見込んでいたということですけれども、10、12月の企業業績が予想以上に回復しているということを受けて、小幅に情報修正しました。修正予想のところですけれども、今期ですね、2021年3月期は2.8%の減益だろうと。でえー、来期は 42.5%の増益になるだろうという見通しです。製造業の利益の回復が予想以上に早いということが情報修正の主,主な要因です。で、えー、まあ日本株バブルですかどうですかとかっていうようないろんな見方があるんですけれども、このペースで東証一部の利益が回復すると仮定すると。 今年度ですね、今期のベースの PR ですと、まだちょっと割高なんですね、24.7倍、東証一部の今期予想 PR、24.7倍というふうに考えてますけども、来期ですね、来期、純利益が42.5%増益するというふうに予想している、来期の予想 PR は17.3倍ですね。 東一部で PR17.3 倍というと、まあ、大体、えー、近年の PR は15倍から20倍の範囲で推移していますから、妥当水準。グローバルに見ても、まあ、株価指数の PR というのは、大体歴史的にも世界的にも10倍から20倍というところですから、来年度の PR17.3 倍というのは妥当な水準だというふうに考えられます。えー まあ日経平均3万円ということでバブルかどうかという議論がこれからいろいろ出てくると思うんですけどちょっとその日本株の過去のバブルを振り返ってみます。これ1973年から2021年までの日経平均の動きでバブルとバブル崩壊というものをここに描いています。バブルと言っているのは利益で説明できないレベルまで 株価が上が上ってしままうううこととをバブルといいうふうに呼んでいます1973年の頃は当初一部全体の平均 PR が約13倍でしたのでバブルではなかったところが1989年にはそれが平均 PR が60倍ぐらいまで上がってしまったということですね平均 PR というのは大体10倍から20倍が妥当水準というのが グローバルに分かっていることですので PR60 倍というのは今思えば1989年はバブルだったということですでその後バブルが崩壊しもしバブルがなければこれぐらいが妥当水準だろうと考えられるトレンドラインを引いてますけどもトレンドラインまで下がってきたとで、えー、平成の構造改革を経て財務内容も利益も 基盤も健康になってまた今あの上昇トレンドに戻ってきているわけなんですけども2021年今妥当、えー、水準で、えー、今2万7500円まで上がってきているということですで、えー、だあの3万円にちょっと、えー、まだ早すぎるというところなんですけども来年度になれば、えー、この妥当水準フェアバリューも3万円に達するということで、えー、ほぼほぼ の当資一部全体ということで見るとそういうわけなんですけども今、えー、日本株はグロースが期待されて非常に割高な水準まで買われている銘柄と、まあ、時代の流れに遅れていると見られて、えー、とても割安になっている銘柄に二極化してますね。 割安な銘柄の中では、配当利回り5%を超えている銘柄もたくさんあり、そういった銘柄をコツコツ買っていくことが、長期の資産形成に寄与するというふうに私は考えています。バブルかバブルでないかという議論、今後もこのビデオで繰り返しいろんな角度から検証してお話ししていきたいというふうに思っています。以上でごごござざいいまますご清聴ありがとうございました